昨日僕が買った週刊女性か。やらかしたんですよね。ガセネタをやっちゃった。羽生さん。羽生さんの経歴詐称ってやつですね。いや、羽生さんの元奥さんです。元嫁ですよ。末延真由子さんね。それが経歴詐称してるって話なんですよ。末延さんが演奏したことがあるホームページに、プロフィールが記載された。2003年、若い音楽家たちのチャイコフスキー国際コンクール、ディプロマ賞受賞という一文があります。しかし、2003年にこのコンクールには開催されてないと、レコード会社の関係者が言ってた。最近では大谷翔平の通訳だった水谷一平が、学歴詐称疑惑が、話題になって、まあ、令和のショーン系なんて言われてますからね。末延さんの場合、なんかの手違いがあったのかもしれませんが、と。で、いろいろとそれで聞いてみたと。プロフィールを掲載したところに。通常であればプロフィールは本人からの提供してもらったものを掲載してますと言われた。それならば、コンクールの窓口を担当する国内の MPO 団体に聞いた。末延さんは2004年のコンクールに参加していると記録されているので、2003年は誤りです。また、2004年のコンクールにおける末延さんの受賞記録は確認できませんでしたって言われたと。そのコンクールの、その、ディプロマ賞で取ったって言われる賞はね、いわゆる激励賞であるため公式の記録には対象外だという。受賞者は基本的に1位から3位、場合によっては6位まで記録しますが、いずれも末延さんはの名前はない。本人がディプロマ賞を受賞しているので、というのであれば、そうかもしれませんが、20年前のコンクールでしょう。我々が確かめるのは、手段がありませんよと、NPO 団体が言っていた。そして末延さんの SNS にも、受賞歴に関して問い合わせたが、返答はなかった。これは末延さんの勘違いなのか、それとも詐称か、みたいなね、ことを書いてるんですよ。いやらしいことに。そしたら早速、ガセネタだったって話です。コンクールの運営団体は間違いなく受賞していますって出たんですよね。すぐね。なるほど。なぜ2004年と2003年の取り違いが起きたのか。そうそう、間違って2003年って書いたのか。倉敷大会に出たらしいんですね。末延さんもね。倉敷大会は、本来は2003年に開催予定でしたが、主催者側の都合で2004年に延期された。参加者はコンクールに合わせて練習をするので、本当に迷惑をかけることになりました。この延期の件では倉敷市も正式に記者会見をやってお詫びをしています。一部の公式資料やチラシなどには、2003年開催となっているものもあるぐらい、記事を書いた方は大人のチャイコフスキー国際コンクールと勘違いしてるんではないかと。まあだから、週刊女性の記事を書いたのは勘違いしてるってことなんですよね。こうなるとね。そして、審査員が気に入った子供がいれば、特別に審査員個人が賞を与えることもある。末延さんが予選を通過して本戦に出場しているから、十分にディプロマ賞を受け取っている可能性はある。要するに簡単にこれに出れば大体みんなディプロマ賞を取るって話なんですね。これを見ると。若い音楽家のための国際コンクールで、本コンクールは基本的に8歳から15歳が対象。だから子供の頃に出たのね、末延さんもね。若い音楽家の育成を目指した子供のためのコンクールで、コンクールに申し込みし予選を通過して本戦に出場者については、ディプロマ賞をはじめとした様々な賞を与えている。要は、これは、この話をいろいろ読んでわかるのは、大人の大会ってのはガチの大会。でも子供の大会ってのは子供を、要は育成する大会だから、そこで優劣をつけるわけじゃなくて、出たら出たで何かしらの賞を与えられるわけですよ。激励賞が。頑張ったでしょうみたいなもんなんでしょ、ディプロマ賞って多分。だから全員が全員頑張ったでしょうみたいなのをもらえるってわけですよね。これに出てるってことは、まあもらえたろうっていう話ですよ。ただ、確実にもらってたかどうかは別として、出たこと自体で、まあもらってると等しいというような大会だっていう話ですよね。しかも子供の大会なわけでしょ。最近の週刊誌はね、ちょっとね、ガセネタが多すぎるんじゃありませんかと思いますよ。YouTuber はね、ある意味ね、ガセネタでもね、許されますけどね。週刊誌はダメじゃないですか。ちゃんと取材したという体でやってるんですから。